はい、えー、それでは始めてまいります。皆さん、こんにちは。えー、新15月5格コース、スタンダードプラス、基礎編え、プチ紹介講座え、こちらの方を始めていこうと思います。こちらで私が担当するスタンダードプラスの基礎編、これが一体どういう講座で、どういうレベル感で、どういう教材を使っているのか、それを紹介していこうと思います。私が担当するスタンダードプラスという講座は、こちら、2回転というのを大きな特徴にしています。 まず、この全体構造講座で基礎をつけた後に、一回、各科目の基礎部分を一回やる。で、その後、4月以降に本テキストを使ってもう一回やる。一回目やったことをどん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 肉付けしてつけていく。で、今回のこちらの動画では、この一回転目。この部分で、どういった教材で、 どういった内容を使っているのかそういうものをお見せしていこうと思いますはいで具体的に使うテキストそしてどんな内容なのかを見ていこうと思います使うテキストに関してはこちらの方この合格ゾーンテキストと呼ばれるもの私が作成しているこのテキストの抜粋版を使っていきますえこちらのテキストえこちらのね補書席の全部ではなりませんその抜粋部分について 白黒コピーの形になりますがそれを配布して講義を行います実際にはカラーなんですが講義のところについてはえ全クラスにえこちら3のプラスの方に、ねえー、と配布します白黒のものを配布いたします、えー、わざわざ買う必要はありませんわざわざ買う必要ありませんでこちらの方どんなテキストかといいますとざっくり言うと図があって説明文章図があって で説明文書以下の文図があって説明図があって説明とそして最後にその単元についての問題演習本試験の問題演習こちら過去問の番号なんです本試験の過去問番号14年22で出てますよとこういった作りになってますテキスト自体は 図、説明文章そして図、説明文章、図、説明文章だって、単元ごとに問題演習と。で、実際の講義では、図をずっと見てください。図。で、これで私の方が説明をしていきます。で、メモすると、いろいろしてください。で、復習の時には、もう一回図を見る。そして中の文章を確認する。図を見る、確認する。図を見る、確認する。っていうことをやって、最後に問題演習をやってください。 図を見て確認して1回。文章を読んでもう1回。そして問題にしてもう1回。全部読むだけで必然と3回基本的な知識の確認ができるようになっています。今回のこの動画ではその一部をやっていきますので、ぜひこちらの方体験してみてください。ではやっていこうと思います。テキストの方ですが、こちらの方。 こちら394ページのこちらの方を使っていきますえなおこの今回のねえ体験動画の方ですがある程度こちら全体構造編を受けているということを前提にした講義になりますなので本当にオーソドックスな用語の説明については全体構造編で終わっていることを前提にしておりますその点だけご了承ください相続結核っていうのを説明していきますポイント 本来なら相続になれななれいようなはずが相続させることが一般的な法勘条に反するような事情があればいい法律上当然に相続に資格を失わせる制度を相続結核といいその失わせる事情を相続結核自由というこちらですが法勘条に反する事情とちょっとこの下の吹き出しを見てやってください。 父さん金をくれよお前、庄司にもうあげる金なんかない。いいからちょうだいよ。そんなもんない。うん、お金持ってんのに欲しいな。えいっ <coughs> 死んだ。で、死ぬと火括証券で降りてくる。やった。いや、あかんでしょ。そうあかんでしょ。死んだら相続受けられる。じゃあ殺したい。それはあかんよね。このように この人に相続はまずいだろう。この人に相続はまずいだろう。っていう人は、当然に相続人資格を失います。本来、子供であれば、相続は受けられる。でも、一定の事情した場合は、相続は受けられない。こんな話が、相続結核というものなんです。では、どんなことをすると、相続結核になるんでしょう こちら891条という条文をまず読んでいきます。次に掲げるものは相続になることができない。故意非相続人、また相続について先順位、または同順位にある者を死亡するに至らせ、また至らせようしために、刑に処せられた者。このですがいくつかポイントがあります。まず一つ目は、至らせようとしたために、 ないってことなんです。殺せてないんです。殺せてなくても。相続人となれない場合があるんです。具体的には、次のページの表にいきましょう。こちらです。殺人未遂、殺人予備。殺人未遂というのは。えい、あ、死なない。刺したけど、殺せなかった。刺したけど、殺せなかった。 これが殺人未遂。殺人予備。殺してやる。凶器は手に入れた。計画も作った。え、え、え、なんでこの計画バレたんですかえ、嘘でしょ計画段階で捕まる。これが殺人予備。繰り返しますと。殺人行為に出たけど失敗した。殺人の準備段階で捕まった。これが上が殺人未遂。 したが殺人予備と言います。どちらでも相続欠格に該当する相続人になれなくなります。殺そうとしたところで欠格。殺した場合だけじゃなく、殺そうとした時点で欠格になるんです。上の上部に戻ります。次のポイントは、故意にっていうところです。故意に。 この恋いっていうのは一般的にはわざと、わざと、ここで言うとね、殺すぞっていう意思がいるんです。殺すぞ。具体的には次のページの表を見ましょう。過失致死、罰、障害致死、罰っていうところです。え、過失致死、この過失というのは落ちとです。 殺すつもりはなかったっていう場合なんです。あ、父さんいらっしゃい。あ、夕飯あ、食べ夕飯作るよ。じゃあ、ちっって。うん。今日はね、あの、フグをね、作ってあげる。うん、フグの刺身なんか美味しいんだよ。本当に大丈夫だよ。だ分腕に自信があるから。うん、本当だよ。はい、太さん食べて。あ、死んだ。いやいや、待ってください。あの、父さん殺すつもりね。殺すつもり全くないんですよ。全くなかったんですよいや、こっちの落ち度で死んじゃったんですよ。殺すつもりはない。落ち度で死んでしまった。これが過失致死。 もう一個障害致死ってあります。これは、怪我をさせるつもりだったら死んじゃった。怪我をさせるつもりだったのに死んじゃったと。親父もう納得できないパンチあガン親父親父、親父。ちょっと待ってください確かに殺してしまいました。でもね、もともとあの殺すつもりはなかったんですよ。あのん親子喧嘩でで殴っただけなんです この二つとも、結核にはなりません。この二つとも、殺すつもりはない。殺すつもりはない。うっかりで死んじゃった。怪我させるつもりだった。このレベルの場合は、結核にはなりません。相続資格は残ります。はい。ってことで、これは二つ目のポイント。 恋にってところですまだね、この条文、ポイントがあるんです。これ、ね、誰を殺しちゃまずいのかと、まあ、誰も殺しちゃいけないけどね、誰も殺しちゃいけないよ、いいんちけないだけど、じゃあ、誰を殺したら結核になるかと。これね、誰を殺したら結核になるかっていうと、パターンが3つあるんです。 死相続人、先順位、同順位。じゃあ、具体的には次のページの方。395ページの方の一番下の図を見ていきましょう。 祖父 A 父 B 子供 C 子供 D といてこの B が、まあ、うなるほどお金を持っているとしますでこの B の相続についてやっていきますパターン 1C が B を殺害 C は結核にあたるこの C が B を殺したという場合ですでこのケースは条文でいうとこの 非相,続人の殺害非相続人の殺害になりますこれはもちろん結核にあたります次パターン2次のページね C が D を殺害 C は結核自由に当たるここねこれがすいませんこれがこれを殺した場合なんです これなんんでで殺したんでしたょう憎いからいやそういう法上法じゃなくてあの相続でなんで,で殺したの相続絡んでこれね「デがいれば自分は半分「デがいなければ丸々くる自分が丸取りしてやろう自分が相続分を全部取ってやろうこれも制裁化したいですよね でこの場合は同順位の殺害同順位の殺害になります次パターン 3A が C と D を殺害 A は結核銃に当たるちょっとねこれパターン変わりますこの前の図ですが。 これが。ここを殺したんですよ。なんで殺したんでしょう。まあ、憎いからじゃなくて。これって相続の順位、覚えてます。相続は第一順位は配偶者除けば、子。で、子がいなければ、直系存続。で、直系存続がいなければ。形定姉妹。こういう順番でした。 つまり今回で言うとねこの直系存続は第10位なんです子供がいる限りは相続人にはなれません子供がいる限りは相続人にはなれませんってことで、ね、この祖父の方があいつらがいるから俺は相続になれないんだえいこんな感じでこのね自分が相続人になりたいから 先順位の人を殺す自分が相続になりたから先順位の人を殺す先順位の殺害なのでこれも結核になるんですよということでパターンが3つありました先の順位を殺す同順位を殺す 非相続にを殺すとちょっとどっか余白かなんかあるでしょうかちょっと私はこの辺りに書きましょうかねちょっと一つ練習です父と母がいましてここは結婚されているとそして息子、まあ、自分としましょう自分がいるとでね 母がうなるほどお金を持ってます父はありませんここで自分が父を殺した後に母が死亡しました自分が父を殺した後に母が死亡しましたこの母の相続自分は 受けられません母の相続自分は受けられませんさあこれは何を殺したから受けられないんでしょうなんで殺したんでしょう憎いから以外でもし父が生きてたら母のうなる財産は二人でもらうことになります父がいなくなれば 自分独り占めですそうこれは母の相続についての同順位の殺害母の相続についての同順位の殺害になるんですなのでこれ母の相続について結核になりますもちろん父の相続については 父の相続については、被相続人の殺害になるので、結核です。父の相続でも結核。母の相続でも結核です。父の相続でも結核。母の方でも結核になります。はい。で、これが、まずは、相続結核中殺す関係の結核になります。 結核にはまだまだだあるんですよこのページ次のページかな次のページの部分を見ていきましょうかよいしょ、はい、この891の5項というものです読んでいきますと次に掲げるものは相続になることはできない相続に関する非相続の遺言を偽造変造破棄または隠匿したもの まああんまりここの区別はしなくていいですよ。まあ、とにかく書き換えたり壊したりしたと書き換えたり壊したりしたと遺言書について手を加える遺言書について手を加える結核にするよと。ただこれにはね例外的な判例があってこれがよう出るんです。 遺言書の破棄、隠匿における二重の行為の理論。相続人が相続に関する非相続の遺言書を破棄または隠匿した場合において、その行為が相続に関し、不当な利益を目的とするものでなかった。時は結核自由に当たらない。こちらの絵をまず見てください。遺言、全財産を長男に全て遺贈すると。父さん死んだな。 いろいろ貨物がけてあ遺言書があった遺言書残してんのか三人兄弟どうやって分けるんだろう全部長男に遺贈するって俺え俺全部もらっちゃうってことてか次男三男のためを持って捨てたんですね これですが、確かにやったことは単確かにかやったことは破棄です、捨てるですですが、これ制裁加えたいですかもっと言いましょう、これって自分が得しようと思って行動じゃないんですよ。制裁を加える必要はないでしょうと。これよくね。 この二重の恋って言葉を使います二重の恋二つって意味なのね具体的に言うと壊すぞっていう意志と不当な利益を得るぞと壊すという意志 に加えて不当な利益を得るここまであると結核だと、ここまであると結核だと。はい、では次、397ページの方まで見ていきましょう。 はい、でポイントってとこですがちょっとこれを書きましょうか相続結核の効果相続結核の効果って思ってください相続結核になると相続人になれませんで実はそれだけでは済まないんです順位者としての資格を失う順位能力を失うでこれ字ちょっと細かく見ますこののいいっていうのは 呪っていうのは受ける遺贈を受ける立場遺贈を受ける立場これが受医者受医能力を失う遺贈も受けられないとこの具体的な例ちょっと見てやってください今日は父さんを殺そうと思ってますなぜかってもうあまりにもしつけがきついんですよ はい、もうやってられませんあんなしつけがきついのはやってませんえ結局上等ですもう結局何でもかみません私は殺しに決まりますきま,ました死ねっ <laughs> <laughs> さあまぁあみろ <laughs> んボタンんか落ちてきた遺言書だ庄司へ今までつらかたってごめんなうんこれも全部お前の将来のためを思ってるんだこう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 しての全部お前のためを思ってるんだ そう父さんそういっつもりったのいや憎くてやってると思ったのに違ったんだ裏の山をお前に移贈するこれで人生やり直すんだ <laughs> 分かったよ父さん俺人生やり直すよやり直せないのねあの今これ殺しましたね殺した時点ででもう相続結核なので 相続することは受けられません。相続は受けられません。それに加えて、遺贈を受ける能力もなくなりましたので、遺贈も受けられなくなるんです。相続結核に該当すると、相続がもらえないだけなく、遺贈まで受けられなくなってしまいます。それだけ強い制裁だと思ってください。 プチ講義はここまでになります。で、皆さんは復習の時に、このページまで図にメモしたものをもう一回見る。こういうところにメモしたものを見る。そして、下の文章を読む。こういうことをして、進んだページまで、進んだページまで、図と文章を、図と文章を往復してください。で、図と文章を往復して、最後に、こちらに載ってる。 問題を解いて確認しよう。問題を解いて確認しよう。といったの問題を解いてください。ちょっとお時間取りましょう。今回ね、1から3まで解けますので、1から3までやってみてください。どうぞ。 どうでしょうかではまず1番の方ですが1番の方は障害致死これは殺すという行為がないだから結核にはならない殺人予備殺すという意思はあるでも殺せてない殺せてなくても結核ですね殺せなくても結核です,、ね、な,核ですなのでこちらの方は誤りになります 2番の問題。これは先ほど書き込んでもらったやつなんですね。こちらで、ね、こちらで書き込んでもらったものです。これ、父についてもダメだし、母についても、母の同住院母の相続の同住院を殺害したということになるから、どっちの,どっちの相続人にもなれないと。で、3番。 二重の恋。殺すという恋に加えて、不当な利益を得るぞ。不当な利益を得るぞ。という意思がなければ、結核にならない。こんな感じで、読んで、また文章を読んで、読んで文章を読んで文章とやって、最後に、この問題でもう一回やってください。実際の講義の時には、この問題演習までちょっとお時間は取れないと思います。ただ、問題演習については、また別途に、 用意していますいしょこの基礎編には一緒に付随してチェックテストというのがあります各科目こと緩末の問題そのものもしくは緩末の問題をひねったものというものをテストとして配っています で、それを解くことによって、ちゃんと理解できてるかどうか、それを確認してください。なんで、大雑把に言うと、この基礎編というのは、図を見て、理解して文章を読む。そして問題を解く。で、最後、チェックテストを受ける。こういう感じで進めていきます。とにかく、この試験で一番重要な角になるところを、ぐるぐる、ぐるぐる強制的に回して、硬いものを作っていく。 これが基礎編でやりたいことなんです。まだまだお話したいことはいっぱいあります。ぜひいろんなところでガイダンスを行ってますので、そちらのガイダンスの方もぜひご視聴ください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。